はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、こちら、デオスティーニの、トヨタ AE86 スプリンタートレノを作る、こちらの88、89、90、91まで届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、で、今回も、ボディの組み立てを、せっせと進めていくという感じになりますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では88号の作業をやっていきましょう。88号は、ボディを組み立てる3、インテリアトリムを組み立てるということで、屋根の内装と、あと B ピラーの内装ですね、が、入ってるので、この作業をやっていきましょう。で、まずは、この屋根の内装にアシストグリップ、乗り降りの時のグリップですね、これを取り付けます。よいしょ。これは確かね、助手席側しか付いてなかったんですよね、86って。よいしょ、はい、こんな感じでここに取り付けてあげると。そしたらこれは一旦置いといて、で次に、この B ピラーの内張りを取り付けるんですが、ちょっと気づいちゃうと嫌なんでクロス引いて、おっと、で付く場所がねちょっと見せにくいんだけど、ここですね、ここに取り付け、で裏側に RL の刻印があるので、左側にはR を取り付けると。じゃあ左側には L を取り付けるっていう感じで取り付け。で、これネジで固定するんですけど、ネジ穴の位置が見にくいな。で、このネジ、KM を使って固定します。っていうかもう言うてる間に88号なんですね。やばいな。そろそろエンジンのモデリングを早くやってしまう、進めてしまわないとまずいな。よいしょ。したらここにネジ穴の位置を合わせて入れてあげると。この角度とかを固定するピンとか目安が何もないんですよね。なんでここかなっていう場所にねじ込むしかないんだけど、これでいいのかな。しかもこれネジ舐めたな。ごめんなさい、これ以上ね締めてもちょっともうネジが効かないんで、多分これネジ舐めちゃいましたね。あまり具合がよろしくないね、これは。で左右ともつけてあげる。あれ、ネジが、あ、違う、今回つけるの右だけだ、ごめんなさい、両方つけるものかと思ってたら、今回つけるのは右だけって書いてますね。左は取り置きって書いてる。あらら、大丈夫か、いけるかな。勝手に当たり前のように両方つけるものと思って両方つけてしまった。これね、ネジのね位置がねちょっと動画で映せないんですけど、動画に映る角度にしちゃうと僕が見えないのでちょっと見にくくて申し訳ない。こうしたら見えるかな。ここにねじ込んであげるんだけど、あ、ちょ、ちょ、いけたな。よいしょ。はい、こんな感じ。こんな感じで取り付けてあげたら、これで88号の作業は終了になります。じゃあね、このままさ、次の号に行きましょう。はい、じゃあ次89号やっていきましょう。89号はインテリアトリムを完成させるということで、この辺のパーツを、このルーフの内装に取り付けていくという形になります。はい、そしたらね早速やっていきましょう。でまずは、このバックミラーですね、ルームミラー、ルームミラーにルームミラーの鏡面を取り付ける。裏側に両面テープが貼られてるので、両面テープの剥離紙を剥がしてあげて、でここに貼り付けよ、しょ、貼り付けてあげたら、この保護シートはもういらないので剥がしてあげる。でこのブラケットとここを合体、ここは穴の形が D の字になってるのでね、際
決まった方向にしか刺さらないようになってます。ちょっと指紋がついちゃった。よいしょ、あながち。はい、で次に、サンバイザーですね。サンバイザーを組み立てるので、まず裏側に L の刻印がある方ですね。裏に L の刻印がある方を出してあげて、でこのサンバイザーのこのブラケットを出してくる。で、小麦か。違う、小麦か。このブラケットの真ん中にこのネジ穴がある方が、こっち側について、で、ネジ穴がこっちの黒い方に向くようにしてセットする。で、もう一個のやつをここにセットしてあげたら、この上に、この白いカバーをかぶせる。こういう形で、かぶせてあげたら、ここをネジ YP で固定。よいしょ。えらいしっかりした構造になってるな。よいしょ。このサンバイザーついてるんですけど、86の場合ね、ロールバーつけるとサンバイザー使えなくなるっていうね、のがあったんですけど、まあまあそんなことは置いといて、次同じことをこっちの右側の方でもやっていきます。よいしょ。ヒンジパーツ自体は、このブラケットのパーツ自体は左右共通ですね、俺は。なので、こうセットしてと。あ、で、ちなみに、ちょっとした小ネタ話になるんですけど、まあ、イニシャル D 仕様を目指すってなると、実はね、イニシャル D 仕様、藤原匠の86トレノは、天井がノーマルの天井なんですけど、内装がなぜかサンルーフなんですよね。なんでめっちゃこだわるってなった場合、そのサンルーフ内装まで再現しないといけないっていう感じになっちゃったりします。はい、まあ僕はこだわんないんでやらないですけど、もしね気になるって方はちょっと調べて、加工して作ってみてください。結構大変ですよだいぶ形違うんでね。ここにサンルーフの切り欠きがあって、でこの前側にサンルーフの操作用のパネルがあって、モーターが入るからここら辺がちょっと盛り上がってたりって感じで、形状がだいぶ違うんで、ちょっとね作るのはまあまあ大変ですけどね。よいしょ。こうしてあげたら、今作ったこのパーツたちを、ここに取り付けていきます。でこうか、こうとこうで、ミラーでルームランプって感じなんで、場所を決めたらネジ LP を使って、サンバイザーはネジ LP で固定なんで、ずれないように押さえて裏側からネジで固定。よいしょ、よいしょ。でこっちもセットして、でね、ここ締めるときにね、結構そのネジを締める力でこうパーツがねじれてしまうんで、両方とも先ねじ入れた方がいいですね。両方ともネジを入れてあげて、緩くね入れてあげて、両方入れてから締めるっていう風にした方がいいですね。このグッて締めるときにここがねじれてしまうので、結構細いプラのパーツなんでね、そんなんでもなんかトラブルの元になったりするかもしれないんで気をつけましょう。はい、で、次に、ルームランプ、ルームランプじゃない、バックミラー。バックミラーはここに取り付けるんですが、こっちの前側の穴ですね。前側の穴にセットして、で裏からネジ YP ですね。ネジ YP を使ってここで、ここもねちょっと締めると、角度決めのダボとかがないので、締めるとグニュって曲がってしまうんでね、ちゃんとまっすぐになるように、この棒はまっすぐで、この棒まっすぐつけてあげたら勝手にミラーが運転席側の方を向くようになるんで、こんな感じでつけてあげます。はい、で次に、このルームランプをここにパコンとはめ込む。これね、まあまあしっかりはまってくれるんで、こんな感じにしてあげたら、あ、配線を取ってこなくなるんだ。J16 のね、この赤白の配線を取っていきます。
これを取ってきてあげたら、この LED をここにセット、ここにセットしてあげて、でその上からこのシール、説明書だと黒いシール、ああ反射の関係か、このシールを使ってこの配線を止めてあげる。よいしょ。結構硬さがあるシールなんでちょっと剥がしにくいですけどね。ここにセットして、でこのルームランプの上も覆う形でペタッとこう貼ってあげます。こんな感じね。で貼ってあげるんですけど、この銀色のテープが結構硬いので、このままだと浮いてくるんですよね。ここに綺麗に密着してくれないんですよ、硬くて密着してくれないんで、その周りをねマスキングテープで補強するように書いてあるので、周りにマスキングテープで固定。まあ、ここはボディにつけちゃうと見えなくなる部分なので、こんな感じでね、もうべちゃっと貼っちゃう。こんな感じで貼っておきます。はい。そしたら、次にこれを、ボディに取り付けていきます。でこの時に、さっきのね、B ピラーのカバーを片方つけたらあかんっていう理由がはっきりするんですよね。っていうのは、そこにこの配線を通さないといけないっていうことですね。なので、逆か、こっちの左側の方のこのカバーは一旦外してあげる。ネジ舐めてるわけじゃないのかな。これは一旦外してあげて避けておいて、で、ここに、この内装のパーツをセットしてあげます。よいしょ。この形でセットしてあげたら、このセットしてあげて、でこの時にこの A ピラーの内張り、この A ピラーの内張りがちゃんとこの屋根の内張りの下に入ってるのをしっかり確認した上で乗せてあげる。であとこのさっきつけた、右側の B ピラーのカバーもここにちゃんと入っているように確認してあげたら、この周りを、ネジ ALM、 どこいった、あれどこいった、あ、ネジ ALM を使って固定していきます。これはね、大きい面積に何本もネジがあるんで、多分ね、全部を一回ネジかましてから、一旦かませてから締め込んでいくっていう風にした方がいいと思います。まあね、前に言ってたね、あのカスタムエンジンの話ね、カスタムエンジンの話なんですけど、まあ一応ね、モデリングの方は、ジンケイさんにお願いはしてるんですよ。ただまあちょっとどいろんな仕様をねどこまでやるかっていうのが結構悩んでるところもあって、まだちょっとね目処が立ってないっていうのが正直なところで、あとまあどういう形で作るかっていうのもねいろいろ検討してる感じなので、まあ、ちょっともうちょっとお待ちくださいっていう感じにはなります。でまあこの動画的に言ってもね、一回普通に完成させた方がいいのかなっていうのも悩んでて、要は全員が全員ねカスタムエンジンを使うってわけでもないから、一旦普通に完成させた上で、そこから下ろして乗せ替えるっていう風にした方がいいのか、ちょっとその辺ね悩んでるってところもあるんで。はい。では90号やっていきましょう。90号は、左クォーターウィンドウを組み立てるということで、左の後ろの窓ですね、を組んでいきます。はい。そしたら、まずはこのウィンドウモール。ウィンドウモールの周りに、この両面テープを貼っていきます。よいしょ。
まあ、これねカット済みなんでこの形を合わせて貼っていくって感じですね。切りすぎ、台紙まで切れてるやん。これずれてるとねはみ出して見えちゃう可能性があるんでなるべくね綺麗に貼るように気をつけましょう。よいしょ、はい、こんな感じで貼ってあげたら、ボディを出してきてあげてボディを出してきてあげて、でこれが左なのでこっち側になるのでここにまず、ガラスウィンドウガラスを取り付け、できればね保護シート置いておきたいんだけど置いてると付けれないので、ここにセット、ちょうどこのウィンドウガラスがここのくぼみにピタッとはまるように、ここのくぼみにピタッとはまるようになっているのでここにセットしてあげたら上からこのモールを取り付けて固定していくと。でこの時に全部剥がしちゃうとねちょっと作業が多分しにくいと思うので、まあ、板金屋とかもよくやるんですけどこうやってね両面テープを両面テープのこの剥離紙をね曲げてこうやって外側に出しといてあげる、こうやっておくと位置決めとかがねしやすくなるのでこんな感じにしてあげて、でこれをセットした上で上からこのウィンドウモールを設定する。こういう形でセットしてあげると。よいしょ。で下をネジで固定するんだよな。でこの下をネジ AOM で固定って書いてるんですけど、入ってんのが AIM なんですよね。多分 AI これでいけるんかな。ちょっととりあえず行ってみよう。ダメっぽいな。ね、ネジ穴に対してね、ちょっとネジが細いですね。ネジ穴の大きさに対して。こんなね、いろんなネジをね、あちこちあちこち無駄に使い分けるからこういうことが起きるんですよ。あれでもこっち側は大丈夫やな。こっち側が
ダメ。ネジがダメなのか。これ以上締めたら舐めるな。こっちは大丈夫なんですけどね。こっちの前側の方は大丈夫なんだけど、後ろ側の方がダメですね。なんでだろう。よいしょ。で、このはみ出てるこの剥離紙をピリピリっと抜いてあげる。ピリピリっと抜いてあげると、これでずれることなく両面テープで固定ができるっていう形になります。はい、こういう感じ、こういう感じでくっつきます。はい、そしたらね、次91号に行きましょう。はい、では91号やっていきましょう。で、91号は右クォーターウィンドウを組み立てるってことで、同じような作業をやっていくんですけど、さっきのね、左をつけながら、あれ?と思ったんですけど、これね、クォーターウィンドウ、何も塗装入ってないじゃないですか。塗装入ってないんですけど、実写はね、ここクロセラって言って、あのブチルゴムの接着力を高めるために裏側にね、黒いセラミック塗装がされてるんですよね。で、こう窓の縁が黒い枠になってるっていうのがされてるんですけど、それがね、処理されてないんですよ。だからちょっとね、実写とちょっと違うから少し違和感があったんですよね。どうしよっかなこれ、直すかな。まあまあ、とりあえずやっていきます。はい、なんで、まあ作業的には一緒なので、まあ両面テープとね、ネジで固定してるだけなんで、最悪後でやろうってなったら修正できないことはないので、とりあえずやってしまいます。多分ね、あのクロセラどんなんかイメージつかないって方は、あのご自身が乗ってらっしゃる車か、ご家族が乗ってる車の、フロントガラスとかリアガラス見てもらったら分かると思います。縁にね、黒い塗装がね、裏側にされてるんですよ。で、意外だと思うんですけど、車のガラスってネジ止めされてるとかじゃなくて、ブチルゴムっていう粘着性のゴムでベタって貼ってるだけなんですよ、車のガラスってね。なんで、その接着力を高めるために、このガラスそのままだったらブチルゴムすぐ剥がれてしまうんで、その接着力高めるために、裏側にね、黒い、裏から見ると黒いつや消し、表から見るとガラス越しなんでね、ツヤがあるように見えるんですけど、裏から見ると黒いツヤ消しの塗装をしてあるんですよ、新品のガラスの時点で。もう工場出荷時点でされてるんで、車屋さんで塗装することはないんですけど。で、86の場合、リアゲートのガラスはあれゴムで挟み込んではめ込んでるだけなんで、接着しないからクロセラないんですけど、フロントとリアクォーターに関してはブジルで固定なんで、クロセラがあるんですよね。なのでちょっとそこが再現されてないというのがちょっぴり気になるところ。あとで気になるようやったら直します。結構めんどくさいんでね、ここをどう、ここからどんだけの幅でね、こう塗り分けるかっていうのを調べて測って、でマスキングしてってやらないとダメになるんで、ややめんどくさい
なんでちょっと考えます。はい、よいしょ。まあ多分ね、マニアな人じゃないと言われないと気づかないと思うんですけどね。あれ、ここクロスらないよっていうの気づかないとは思うんですが、気づいちゃうと気になるっていうね。で、同じようにはめてあげたら、セットしてあげて、で、またここもね、説明書は AOM って書いてあるんですけど、入ってるネジは AIM になるので、大丈夫かな、今回は。優しく締めていこう。あ、こっちもフロント側は大丈夫そうやな。こっちは大丈夫。問題は後ろ。こうね、このモールの内側に塗られてる箇所がちょっとあるんですよね。はい、これつけたんで、両面の剥離紙を剥がしていくと。あっと、切れちゃった。こんな感じ、こんな感じでリアクォーターがつきますと。はい、そしたらこれで91号の作業も終了なので、これで一応今回の作業は終了という形になります。はい、で次のね、92号では、リアバンパーのアッパーの取り付けってことで、外装をねどんどん組んでいくという形になりますんで、また続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。